ここは？ソーシャルカメラで映した世界ではどう考えてもなさそうだな。こんな大自然のみのフィールドなんてブレインバーストにあったかな。別の仮想世界とか。先輩！いない。先輩どこ行っちゃったのかな。早く合流しないと。先輩！ゆい、そんなに急がなくても大丈夫だぞ。でも、せっかく3人のお出かけなのにもったいないです。ゆいちゃんはしゃいじゃってるね。ああ、ちょっと珍しいくらいにな。キリト君の作った花飾り、よく似合ってる。あまり上手くないけどな。作ってやるって約束したんだ。わかったわかった、今行くよ。パパ、ママ、時間は有意義に使わないとダメですよ。確かに、ゲーム攻略も基本は時間との勝負だからな。目の前に置かれた状況を楽しみつつ、上位を目指すなら、あざといくらいの効率性が重要だ。もう、キリト君、またゲームの話してる。ごめんごめん、ここは仮想現実世界 VRMMO。 俺たちにとってはリアルと同等に価値のあるもう一つの生きている世界なんだよな。だから今は親子3人でいられるこのゆったりとした時を満喫するさ。はい。でもゲームのことならパパのプライベートピクシーである私も頼ってくださいね。 SAOソードアートオンラインのメンタルヘルスカウンセリングプログラムとしての力はもうありませんが、この ALO アルブヘイムオンラインでは私にはナビゲートという役目がありますから。そうだな、ユイ、頼りにしてるぞ。よろしくね、ユイちゃん。はい。ユイちゃん、どうしたの？パパとママと SAO で出会った時のことを思い出したんです。あの日私はすぐにカーディナルシステムの意思によって消去されてしまいました。そうだな、22層の森で出会ってすぐに1層の国鉄級のダンジョンに行って、いろいろあったけどあれってたった1日のことだったんだよな。そうだね。でもあの日私たちが憧れたこと、3人でずっと仲良く過ごすことが今はこうして現実になってるんだね。あれからいろいろあったけど俺たちはまたこうして家族として過ごせてる。なんだか夢みたいだな。はい、それを考えていたらすごく嬉しくなっちゃいました。俺もだよ、ユイ。もちろん私も。ママ大好きです。いつまでもずっとこうして3人で過ごしましょうね。もちろんさ。あれ、あそこに敵モブがいるよ。この辺はめったにポップしないはずなのに。それほど強い敵はいないようです。よし、パパとママが颯爽と片付けてくるから、ユイはここで見ててくれ。早くピクニックを再開しような。はい、パパ、ママ、頑張ってください。こんなもんかな。それじゃあ、ピクニック再開といきましょうか。はい。ユイ、どうかしたのか？いえ、
何でもありません。さあ行きましょう、パパ、ママ。ピクニック楽しかったです。よかったね、ゆいちゃん。また一緒に行こうね。はい。さて、この後どうしようか。そうね。一旦宿屋に行かない？キリト君、アイテムの整理したいでしょう。ああ。なんだこの音。緊急のインフォメーションってウィンドウに表示されてるよ。パパ、開いてみてください。何？本日現時刻より緊急のメンテナンスを実施いたします。アルブヘイムオンラインをご利用のプレイヤーの皆様には即時ログアウトしていただけますようお願いいたします。え？こんな急に？普通は事前に情報を出すはずだよな。これまで ALO でこんなことはなかったよ。ちょっと嫌なこと思い出しちゃうね。アスナ、心配するな。俺たちは今アミスフィアで遊んでるんだ。万一ソフト的にログアウトできない状況になっても本体側から呼び戻すことが可能だし、現実の肉体も安全だ。うん、もちろんそれは分かってるよ。またインフォメーションが追記された。なお、ログアウトをされないプレイヤー様に関しましてはデータの破損、消去、ロールバックといった障害が発生することもありえます。ご注意ください。おいおい、なんだか随分と強引だな。プレイヤーをそっちのけで問題を急いで解決しようとしているみたいだ。実際今言ったような障害ってありえるの？普通のオンラインゲームならまだしも、カーディナルシステムに守られたこの世界でその可能性は低いはずだ。バックアップ用のサーバーもたくさん用意してるだろうし、保守も万全だ。この ALO でそんなことは起こり得ないと思う。ということは、嘘をついてプレッシャーをかけてでもプレイヤーをログアウトさせたがってるってこと？だろうな。でもなんで？パパ、ママ、早くログアウトをした方が。ユイ、私のことなら大丈夫です。二人がいない間は普段通りスリープモードに移行しておきますから。ユイちゃん、わかった、そうしよう。アスナ、俺たちは宿屋に行こうぜ。そこでログアウトしよう。アイテムを整理するくらいの時間はあるだろう。そうかもしれないけど。ではまた、パパ、ママ。ああ、またな、ユイ。ちょっと、キリト君？キリト君、待ってよ。ユイちゃんの様子が変だったよ。キリト君も分かってるんでしょ？ああ、もちろんだ。だからこそ一度離れた。え？そろそろいいだろう。ユイを追うんだ。追うって、ユイちゃんはどこに行くっていうの？それはわからない。だがユイはしきりに何かを気にしているようだった。あいつは何か探している。スリープモードにもなっていないはずだ。うん、わかった、追いかけよう。なんだありゃ。ここってスバルトエリアの荒野フィールドだよね。ああ、だが前まであんな巨大な塔はなかったはずだ。ユイはあの塔に向かったのか。これは
キリト君がユイちゃんに作ってあげた。ユイ、キリト君、急ごう。私なんだか嫌な予感がするの。ああ、残念だが俺も同じだ。ユイ、ユイちゃん。アス、止まれ。こいつ、キリト君。アスナ、先に行け。こいつは俺が何とかする。分かった。聞いた通りだな。やはり貴様たちが標的のエネミーということか。どこの誰だか知らないが、通してもらうぞ。恐ろしい実力だな。貴様のような剣の使い手はブルーナイトやグラファイトエッジくらい、いやそれ以上だ。お前との勝負にうつつを抜かしている余裕は今はないんだ。はあ、アスタ、ヒュイ、待て。あなたは一体。お前ならここへ来ると思っていた。ユイちゃん！あ、ママ。あなた、誰？その子から離れなさい！ママ、危険です。この人と関わってはいけません。ユイちゃん！アスナ。この電脳世界に様々な奇跡を呼び起こした輝きの一対。お前はいずれ後悔することになる。その戯れに興じた己の愚行をな。あなたは何を。さっきの黒いアバターの仲間なの。わらわか。ペルソナ。黄昏の魔女。ペルソナバベルとでも覚えておけ。妖精、いや人間よ。黄昏の魔女、ペルソナバベル。何を。ユイちゃん、これで目標の第一段階は達成。人間たちに余計な知恵を与える邪魔な小妖精は虚無への封印に成功した。ここからが神々の黄昏の始まりだ。ユイちゃん、ユイちゃん。扉が。あなたがこの塔を閉じたんでしょ。早く開けて。ユイちゃんを戻しなさい。無駄だ。この塔の封印はわらわ自身にも解くことはできぬ。何ですって。ユイちゃんをどうするつもりなの。言ったはず。これは神々の黄昏の始まりだと。神々の黄昏。アサ、キリト君。ユイちゃんが、ユイちゃんが。やはり来たか。どういうことか私にも説明してもらおうか。ペルソナバベル、ブラックロータス、貴様は十分に役立ってくれた。ほう、今までとは態度も全く変えたようだな。そして今のセリフ、己の悪行を認めるということでいいのだな。この状況を見ればどちらに非があるのか明白というもの。
お前が取り交わした条件を保護にした際、私がどういう行動に出るか忘れたとは言わせんぞ。好きなだけわめくがいい、黒き王よ。なんだと。すでに世界の改変が始まった。敵モブが囲まれてるね。アスナ、まずこいつらをどうにかした方が良さそうだ。うん。妖精の NPC たち、すまない、話は後にさせてもらうとして、ここは加勢させてくれ。え？ああ、そりゃもちろん助かるが。我が決断の過ち、せめて食材する機会が欲しい。敵は全部倒したが、ユイはあの塔の中か。でもキリト君、あの扉は破壊不能オブジェクトなら、あいつから開け方を聞き出すだけだ。そろそろか、我が最強のしもべ降臨せり。何なんだこいつ。あの人が操っているのかもしれないな。しかしこの威圧感は異常だ。おそらく生半可なパラメータ設定はされていないだろう。この強さはエネミー、しかもレジェンド級のエネミーに近いものを感じる。エネミー？レジェンド級？だがデザインに違和感がある。この世界のものとも思えないが、我々の世界のそれとも異なる。我々の世界などと語り合っている暇はやはりないようだな。気づかれた。妖精たち、ここは一旦引くべきだ。でもユイちゃんが。アスナ、俺も気持ちは同じだ。ユイがどうなったのか知りたい。どうにかして助けたい。だがこの異常事態の中で無謀なバトルをしてキルされてしまうことが今一番のリスクだと思う。ここは一旦撤退しよう。キリト君、ユイちゃんを見捨てるの？うん、ごめん。そうだよね。それが冷静な正しい判断だと思う。急げ、攻撃が来るぞ。ああ、必ず迎えに来るからね、ユイちゃん。ペルソナバベル、どんな理由があったとしても俺はお前からユイを救い出す。ふん。あここは草原か。ふむ、どうやらあの荒野のフィールドから押し出されてしまったようだな。これはどういうことだ。スバルトエリアの景色が変わってる。このデザイン、風化ステージへの変遷か。風化？変遷？あんたの言葉には本当に聞き慣れない用語が多いな。どこか落ち着けるところで洗いざらい話すとしよう。そうだね。おーい、キリト、アスナー。リーズだ。リーズ、
二人とも案の定まだログアウトしてなかったのね。で、そのメカメカしい人何？なあ、こいつは。待て、この姿のままだと何かと都合が悪そうだ。この操作で確か。うわ！人型アバターになった。どうやらこの世界ではデュエルアバターが鎧の扱いのようだ。それを脱ぐことでダミーアバターに変更できるらしいな。この姿の時は私のことを、そうだな、ロッタとでも呼んでくれ。ああ、どうせなら仮面も取ればいいのに。あんた絶対美人だと思うわね、アスナ。アスナ、どうしたの？あ、ごめん、ちょっといろいろあって。そのあたりの説明は町に戻ってからにしよう。まあ戻れたらの話だが。それなら大丈夫。そこの天井門からクーとラインには戻れるわ。ラインにだけだけどね。何？あのログアウトのアラート以降そうなっちゃったみたい。私はどうしてもログアウトする気になれなくて、少し様子を見て回ってたのよ。これもペルスノバベルの仕業ってことか。だろうな。ん？まあいいわ、町に戻りましょう。エギルもログアウトせずに残ってたわ。そうか。街の様子もだいぶ様変わりしてるな。ええ、ついさっき一気に形状が変わっていったわ。街にプレイヤーが結構いる。みんなまだ残ってるんだね。リーファたちもまだだいぶ中かもな。おう、やっぱりログアウトしてなかったな、お前たち。エギル、お前の顔を見るとなんだか少し安心するよ。俺はそんな癒しキャラじゃねえぞ。うん、こいつは妖精アバターではないようだが。ああ、とりあえず俺たちの方から状況を話そう。ユイちゃんが？ユイちゃんは高度な AI を持つとはいえ NPC だ。大掛かりなクエストの一環なのかもしれない。いや、考えられないか。ああ、最初はそういう可能性も考えたが、まずありえない。スバルトエリアの荒野に突如出現したあの巨大な塔、そして正体不明のアバターと協力モブ、閉じ込められたユイちゃん、それに変わり始めたフィールドの景観も全部あの人の仕業なんだよね、きっと。まだ全部がそうと決まったわけじゃないがな。だがこれだけは確実だ。あのペルソナバベルという仮面の女は何かを企んでいる。その目的の一つとしてユイを封印したんだ。俺たちはペルソナバベルの野望を知り、ユイを助け出す必要があるんだ。だな。やっぱ残っといて正解だったわね。じゃあ続けてブラックロータス、いやロッタ、君の話を聞かせてもらえるか。ああ、私はこの世界へ二人でやってきた。シルバークローという銀色の体を持つ、私がこの世で一番信頼を寄せる大事な人と共に。先輩、綺麗ですね。え？突然何を？え？何って、夕日が綺麗ですねって。いや、そういう意味じゃなくて、いや、そういう意味でもあって、うわー
僕は何を失言を、じゃなくて、あえてそれをうまく利用できれば先輩に思いを伝えるチャンスにつなげられたのに。もういい。確かにこの夕日は美しいからな。先輩、でも先輩もすごく綺麗です。そのブラックロータスとしての姿も、現実の先輩も。ありがとう。我々はニューロリンカーでグローバルネットに接続することによってプレイできる、とあるフルダイブ世界で行われる決戦を目前に控えていた。我々のレギオン、ネガネビラスは、白のレギオン、オシラトリユニバース、そして、加速研究会との戦いに備え、仲間たちと共に英気を養い、着々と準備を進めていたのだ。そんな時、ある噂が耳に入る。我々のダイブする世界の上空に、正体不明の大きな影が浮かんでいると。街の各所に配置されたソーシャルカメラによる映像を元に作られるその VR 世界では、フィールドにある全てのオブジェクトに元となる現実のモチーフが存在する。その影が本物だというなら、浮遊大陸のようなものが現実に存在することになる。そんなわけはないと半信半疑で笑い飛ばしながらも、私たちは噂の真相を確かめに行ったのだ。さて、そろそろレイカーたちも我々の残したメッセージに気づいている頃かな。みんなもきっと後から追ってきてくれますよね。我々が戻ってこられないようならな。はい。そう不安そうな顔をするな、シルバークロー。まだ見たこともない場所に行きたい、その先へ進みたいと願うのは君の得意技じゃないか。確かにそうですね。僕確かに地上からあのどでかい影を見た時、すごくワクワクしたんです。まるでおとぎ話で見た天空の大陸がこの世界にもついに現れたんじゃないかって。普通のバーストリンカーがあの高さまで到達することはまず不可能だ。それこそ飛行能力でもない限りはな。それを可能にするのがスカイレイカー、そしてシルバークロー、君だ。行けるのは、そう、僕たちだけ。そうだ、ならばこそ行こう、シルバークロー。我々は黒のレギオン、まだ見たこともない場所へと加速し、たどり着いてみせる者たちだ。はい、我が王ブラックロータス。先輩、影が見えてきました。なんと巨大な。この先に何が待っているのか。よし、クロー、突入だ。くれぐれも私を離さないでくれよ。はい、もちろんです。うわー、これは雷？あっ、先輩！クロー！あー！は、晴之くん！あ、ここは。目覚めたようですね。あなたは？私の名はペルソナ・バベル。あなたたちの言うところの NPC です。 NPC？ あなたのような容姿の NPC は見たことがないな。それはこの世界があなたの元いた世界とは異なるためです。ここはアルブヘイム・オンライン、通称 ALO。 あなたたちは空に広がるあの巨大な影を通り、この世界へと足を踏み入れたのです。アルブヘイム・オンライン、あの影は新エリアへの入り口だったということか。はい、そういうことになります。そうだ、シルバークローは？バベル、私の連れを知らないか？
同行者とははぐれてしまったようですね。即答だと逆に疑わしいな。どうしてそこまで把握している？ナビゲート中とでもお考えください。なるほど。この世界の NPC でナビキャラのお前が地上に落下した私を解放したということか。そうです。目的は？ NPC がプレイヤーを手助けするのは当然のこと。ナビキャラならなおさらでしょ。どうだろうな。私の知る限り NPC がプレイヤーに接触してくるのはクエスト開始の合図、つまりは何かの依頼が始まる起点だ。話が早くて助かります。実は私を狙った二人の妖精 NPC が今ここに向かってきています。どうか彼らから私をお守りください。妖精？はい、 ALO とは妖精たちが住む世界、それを体現した VRMMO なのです。アルブヘイム、確か神話の妖精の世界の名だったな。妖精たちはどうしてお前を襲う？私は魔女として妖精界を追放されました。おそらくはその追っ手かと。確かに妖精には見えないな。魔女ということも濡れ衣だと。どうでしょう、少なくとも私はこれまで誰かに迷惑をかけたことはありません。願いを叶えてくれたなら私から同行者の居場所もお伝えします。私をお守りください。正直お前は信用できない。NPC と言っている割に応対が柔軟すぎるからだ。怖いくらいに流暢な会話だったからな。むしろ NPC だと偽装したプレイヤーなのではという気すらしてくる。だがこれがゲームのクエストだというなら受けないわけにもいくまい。クローの居場所も知りたいしな。だからもし今の言葉に偽りがあることが判明した際は覚悟しておくことだ。この全身の刃がお前の体を切り刻むことになるだろう。はい、それで構いません。刻意の妖精と蒼白の妖精、あの二人だな。はい、わかった。相手をしてくる。お願いします。やはり本物は厄介だ。別の仮想世界、君はそこからやってきたのか。そうだ。それってコンバートってこと？いや、違うようだぞ。コンバートはゲーム内のチュートリアルにのっとって行われるが、今の話を聞く限りアバターはそのままで、その空の影とやらを通りコンバート作業なしに来たみたいだからな。表現としてはそれで正しいな。ちょっと待って、あなたがやってきた VRMMO ってなんて名前なの？まずはそれを教えてよ。確かに同じザ・シードで作られた VRMMO からやってきたならあながちありえないことでもないかもしれない。それは言えない。え？それを言うことは我々にとってある致命的な弱点を引き起こすことになる。弱点？そうだ。その言い方だと俺たちを 100% は信じていないんだな。すまない。いや、それはお互い様だ。今はとにかく状況把握に努めよう。あの女はプレイヤーなのか NPC なのかすらわからないが、
GM 権限をも彷彿させるような特別な力を持っているらしい。ロッタ、君が利用されたことに違いはないが、おそらくは遅かれ早かれユイはあの場で封印されていただろう。結果は変わらなかったはずだよ。キリト。